なんですか、なんすかこの不可思議な現象。え、これに触れると、あ、触れても意味ないんですかこれ。え、なになになに、え、なにこの不可思議な、これなんだ、なんなんだ、え、なんか、なに、シューティングゲームみたいな弾幕がかかってる。あ、ダメなのか。なんか色が変わるねこれ、緑、青、赤、黄、緑。なんか謎解きかな。あ、なるほど、そこで色変わるのか、もしかして。ちょ説明文見ようか。なんか分かった気がする。違うか。うわ、また英語だ。Her sister、 あ、妹、彼女の妹 was born、 骨、 after、 骨の後、 a、 wheel、 the、 child was、 child か、 child was normal、 彼女は、え、普通の子供である、は、え、普通の子、え、普通の子供である、え、か、え、かの、え、彼女の妹は、生まれた後なの？生まれた後って意味なの？ born after って。彼女の妹は生まれた後、普通の子供である。エクスポーター、エクスポート、for one point。エクスポートって何？え？接続部分？え？彼女の接続部分がワンポイントである。何々を除いてって意味なの？エクスポート、接続部分以外、ある一点を除いて、あ、彼女の妹は、あ、え、普通だけど、ある一点を除いて、It is what the vision was not, she was relevant to hear it. なるほどな。なるほどな。It is what the vision. 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 ん？視界？視認？ん？あ、目が見えないってことなのか？なるほど。Vision was not. Not. Not vision. 目が見えぬ。She was relevant to hear it. なるほど。な、感覚でいこう。ニュアンスでいこう。ニュアンスで。ニュアンスでね。彼女は目が見えなかった？ This child also I cannot go out. Go out することができない。Go out することができるであろう。できない。The, some as me. Some as me. Some, なん？なるほどね。なるほど。ご、外出ができない。same, same as me. なるほどね。やっとあれですね。物語の本質が分かってきた気がしない。気がしない。待って。上、下、右、左の順に押してね。な、なにリセットって。頑張ってね。え、ちょ、待て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 。ちょ、読んだっていう手でちょ、セーブしてきて、ちょっと。待て待て。セーブして。まあ、英語はね、多分優しい方が動画になった時にコメント欄に書いてくれると思うんで、そこに期待してください、みんな。他力本願。上、下、右、左の順に。OK。上、下、右、左。ダメなんすか、これ。ダメなんすか。え、信じたのに。え、あのクマ、え、あのクマ、え、ちょ待って、あのクマ、あ、上下右左の順に押してね。リセットする。上下右、あ、リセットってあれか、押したボタンをなかったことにするってことか。待って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 、光ってる順かな、この、これの赤黄色緑青、赤黄色緑青、これで行ってみようか。これでいこうか。赤、黄色、緑、青。なんで、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 なんで。うん？いや、あ、でも、でもワンチャン、
ワンチャン逃げれるかもしれない。赤、黄色、緑、青。いくぜ。赤、黄色、緑、青。オッケー。早いわー。でもこれ関係あるんだな、絶対。これ。回ってた部屋のとこの色。そういうことなのか。じゃあ、上ってこれなのか。上、下、右、左って。そういうことか。じゃあ、緑、赤、黄色、青。でいいのかな。上、下、右、左。そういうことなのかな、じゃあ。緑、赤、黄、緑、赤、黄、青。やってみよう。全部試してみよう。緑、赤、黄、青。おお、これでいいのか。やった。あ、そのはずだけど何も起こらないな。なんで、怒っちゃやだ。お前がそんなこと言うから、怒らなくてよかったんだよ、何も。何も怒らなくてよかったの、お前がそんなフラグを立てるから。怒らなくていいんだよ、何も。なんだよ、怒らなくていいのに。怒っちゃったじゃないか。そんな余計な一言言うから。やめてくれよ。テンパりすぎて、いけなかったんだよ。よし。やっぱり出てくるのか。オッケー。あいつ引っかかってるぜ。やったぜ。やばい。第三の鍵、オッケー。そんなことしないでくださいよ。マジか。そんなことしちゃうんだ。オッケー、速攻。鍵を開けて。よし。はあ、何だったんだ。もう追ってきてないね。だといいんだけど。ところで、ここは何だろう。図書館かな。あっぶね。この数全部見るのは辛いかな。一通り見て大事そうなのだけチェックしておこうよ。見ておく。何これ、どういうことこれ。なんて言ってた。見ておく。重要な本棚にマークがつきます。まあでもこれは便利だよね。じゃあ見ておこうにしようか。そうだね、軽く見ていこうか。ちゃんとね、ストーリーを把握したいもんね。セーブと行きます。分厚い小説がいっぱい置いてある。じゃあとりあえずホロ以外のことを見てから。あ、これ知ってる。人形とクラゲっていう本。うん、お姉ちゃんが言ってた。映画になったんだってね。でもどの話なのか知らないや。ルーチャは知ってる。今読んでる途中なんだ。続きが気になってるよ。どんな話なの。うん、説明は難しいけど、ジャンルは恋愛小説だよ。ルーチェって恋愛小説好きなの。いや、普段はあんまり読まないんだけどね。なぜか気になったんだ。ねえ、これの映画見に行かない？お姉ちゃんの話を聞いて少し気になったんだよね。クラゲは読める。うん。クラゲ姫っていうね、アニメがあったからね。面白かった。いいけど、でも多分僕たちじゃ年齢で門前払いされちゃうんじゃ。じゃあもっと大きくなったら似たようなの見に行こう。それってで、お姉ちゃんも一緒に。あ、はい、約束だね。うん、約束。約束の印1個手に入れた。やったね。イタリアの魔女伝説と書かれた本がある。読んでみますか。はい。クリスマスにその年いい子だったらプレゼントがもらえるが、悪い子には炭しかもらえないといった言い伝えを聞いたことはないだろうか。ないな、炭は。備長炭かな。サンタクロースの名で知られる。それはイタリアではベファーラと呼ばれることがある。ベファーラってあれじゃない、エレナのね、ファミリーネームだよね。ベファーラ。さっきのルートって、あれですか、普通行けないルートなんですか。ベファーラ。イタリアでは世界の中では珍しく、クリスマスが1月6日まで続く。何？そしてベファーラが訪れるのは1月5日である。なんかこの物語の世界では1月4日だったよね、確か日付。見かけは恐ろしいという説が多いが、ベファーラを美しい女性に書いた書物も多い。ラノベかな。それぞれに共通するのは、紫色の髪と緑色の瞳である。紫色の髪と緑色の瞳？もうまんまエレナじゃん、これ。習字にトトに大根いらっしゃい。
エレナ？彼女の子孫は現代にもひっそり存在していると言われているが、そう強大な力を持っておらず脅威となることは考えにくいため、あまり表立って捜索されることはないが、やはりその魔力は魅力であり、一部の研究者に目をつけられている。何？その家系か？違う、私魔女なんかじゃ。大丈夫だよ、僕は信じてる。エレナはどこにでもいる普通の女の子だって。気づいてはないかもしれないけど、僕はエレナにたくさんのものをもらってるんだよ。え？エレナがやってくるまで僕はあの空間で一人だった。怖かったさ、目が覚めたら知らない場所にいるんだもの。でもそんな折にエレナと出会えた。寂しさとか怖さとか一気に吹き飛んだよ。思い切り逃げられた時はそれはショックだったけどね、今となってはそれもいい思い出みたいなもんさ。ここで起きたいろんなこと、生産だったり大変だったり辛かったし怖いこともあった。それでもエレナに元気とか勇気をもらえたおかげで頑張れたんだ。可愛くないところもあるけど、可愛くないって。エレナは何が何と言おうと普通の女の子だし、僕の友達だよ。口説きに来てる。だからほら、こんな本に書かれてあることなんか忘れて元気出して。大丈夫、結構前から元気だったよ。結構前からな、ちょっと恥ずかしいじゃん。言ってくれよ。つい面白くてさ、聞いちゃった。ありがとうルーチェ。あ、どうも。すごいラブラブしやがってよ。ロコイらしゃい。紅白バンプ出てたね。見たよ。いろんな国の本が並んでる。なんかさ、前はさ、前ってかちょっと前までの情報では、バンプはメドレー歌うって聞いてたんだけど、レイだけだったね。いろんな国の本が並んでる。ちょっとそれがびっくりしました。マイチらしゃい。うん、長いなと思ったらレイをね、まるまる一曲歌ってたんで、あれと思って。国際子供ピアノコンテスト2005と書かれた本がある。読んでみる？読む。いや、なんかすごいな、この包丁。包丁？キラキラしすぎだ。包丁。2005年ってことは、私とルーチェが生まれた年かな？あ、想定なのか。あれ、想定って読むの？あれ、放送、あ、放送紙の層の部分か。ごめんなさい。放送紙の方の部分だと思ってた。放送の層か。想定か。エレナって10歳だったのか。気にせず行こう。気にせず行こう。ナチュラルに包丁出ちゃった。そうだよ。もしかして、もっと大人に見えてた？うん。気をもっと子供だけどね。時々おばさんになるよね。ルチェって本当にデリカシーとかないよね。って、あれこれ。おばさんって。どうしたの？お姉ちゃんの写真だ。なんでだろう。アレシア・ペファーラ。お姉、エレナのお姉さんの名前？アレシアお姉ちゃんだ。これすごいの？最優秀賞って書いてある。すごいじゃん。出場者の中で一番うまかったってことだよ。すごいな。え、賞を取ってるのお姉ちゃん。え？じゃあ世界の人たちはみんなあの形の体なのかな？お姉ちゃんすごいね。私も教えてもらいたいな。いや、無理じゃないか。どうやって弾くんだよ。手もないのに。ん？ん？ん？え？さっきは弾いてたけどって、あれ？なんで知ってるの？あ、いや、なかったことにしてくれ。僕は何も知らないよ。え、手がないってどういうこと？え、え、待って。え、ちょっと待って。どういうことなの？え、え、え、でもお姉ちゃんの写真が載ってるってことは、私も弾きたい。いや、無理じゃないか。どうやって弾く？え、どういうこと？わかんない。あ、ここ見たっけ？え、ルーチェには何が見えてるんだ？分厚い小説がいっぱい。ちょ、待って。ルーチェ、俺信じてたのに。将来の夢、アレシア・ベファーラ。お姉ちゃんが書いた作文かな。小さい頃に幼稚園かどこかで書いたものかな。読んでみる、読む。私の夢は有名なピアニストになることです。ピアニストになっていろんなところに行ってピアノを弾きたいです。あ、終わりだ。短いな。そんなものじゃない？お姉ちゃんも小さな頃に書いたものなんだし。それもそうだけど。ところでエレナって将来の夢は何かある？将来の夢か何だろう？お医者さんとかどうかな？眼科のさ。目が見えない人の苦しみとか、悩みがわかるし、きっといいお医者さんになれるよ。でもお医者さんになるには莫大なお金がいるんだよ。それもいいかもね。ルーちゃん何かあるの？漠然とお父さんみたいになりたいとは思ってるけど、特に決まってないや。そっか。じゃあまず夢を見つけないとね。さやたろいらっしゃい。夢が見つかったらエレナにも言うよ。そしたら応援してほしいな。もちろんだよ。私もお願いね。ああ、約束。うん、分かったよ。
約束の印手に入れた。でも何なんだろうな。ルーチェにはどういう風に見えてるんだろう。この本何も書かれてない。日記っぽい。書いた人はユーリー・ベファーラだってさ。お父さんの名前だ。なんでだろう。内容はほとんどエレナの目に関することで埋まってる。僕にはさっぱりだけど、きっとエレナのお父さんはエレナが大好きだったんだね。そっか、戻ったらお礼ちゃんとしておこう。見事なまでにエレナのことだらけだ。この人ちゃんと家族のことは考えてたのか。いや、家族のことも考えてるんじゃないの。違うの。どうしたの。うまく聞こえなかったけど。いや、なんでもないよ。なんか意味深な発言をするな、ルーチェは。なんだなんだ、その感じ。なんかいちいち含みがあるんだけど、なんか怖いんですけど。英語辞典がある。ん？これは新しい英文書が挟まってる。今までのってわかる？あ、一応メモは取ってるよ。あ、やった、ほら。はい、みんな答え合わせです。俺の、あれです。英文の解釈が正しかったのかどうかが、今からわかります。辞典もあるし、読んでみようよ。そうしようか。何枚目を読んでみる？いきますよ、1枚目。なんて言ってたかな、俺は。ほら、私の、ご主人様は、柔らかいです。穏やかです。大体合ってるね。柔らかいと穏やか。大体合ってますね。で、彼女は彼女の家族を愛しています。これ大体同じこと言ってなかったっけ？ね、大体同じこと言ってたよね。また、彼女の家族も彼女を愛しています。彼女たちは幸せでした。合ってる。合ってるなぁ。あの時までは。合ってるなぁ、でも大体。大体合ってるなぁ。2枚目。彼女の私は、あ、そうか。あの時まではか。あの時まではが、アンティル・ザット・タイムだっけ。うんティルか。うんティル・ザット・タイム。うんこの時間。あの時まではのところ、俺、うんこの時間で言ってた。マジか。びっくりですね。彼女の母は、一人の胎児を授かっていました。家族は、その子が生まれるのを楽しみにしていました。何言ってるか分かんない人はね、最初の方のやつを見てください。彼女は幸せな日々を送っていました。彼女もまた幸せでした。そんなある日、彼女は交通事故に遭いました。大体会ってたなぁ。いや、だってさ、ここの場所ね。アンティルザットタイムね。うんこの時間。うんティルザットタイム。いや、あれはツボったからね。あれはツボったからね。びっくりしたよね。ドツボにはまったよね。みんな死にました。みんな死にました。合ってる。彼女は一度死にました。彼女の家族も一度死にました。胎児もまた一度死にました。大体合ってるなぁ。4枚目。彼女の母は生き延びてほしかった。彼女も彼女の父も、そして胎児も。彼女の母は魔女でした。あ、ほら、魔女。だから魔法によって家族を生き返らせました。何？家族は今、ふんふんだけです。これ全部エレナたちの家族の話なの？しばらく経って彼女の妹が生まれました。これがエレナか。その子は正常でした。ある一点を除いて。視力がなかったのです。それを聞いて彼女は安心しました。この子も私と同じで外に出られないんだと。え？彼女の妹はいつも世界を見たいと言っていました。まるで父のように。私だって見たい。でもできない。彼女はいつもそう思っていました。そんな中、一通の電話がかかってきました。ん？何か落ちる音がしたね。なんだろう。待て待て待て。ちょっとごめんね。もう一回読んでいい？私のご主人様は穏やかです。彼女は彼女の家族を愛しています。ご主人様？お父さんのこと？彼女たちは幸せでした。これ全部あの家族の話をしてるんですよね。彼女の母はその子生まれるの楽しみにしていました。家族は交通事故、全員死んだってことなのか。ごめん、なんかすごい他人事として読んでた、ずっと。みんな死んだ、みんな死んだ。だからあの姿なのか。彼女と死にました。彼女の家族も一度死にました。胎児もまた。そういうことなの。彼女の母は生き延びてほしかった。彼女も彼女の父も、そして胎児も。彼女の母は魔女でした。お母さんが魔女で家族を生き返らせて。
ウェー、妹が生まれた一手を除いて。タイジってのがエレナのことですよね。タイジ、彼女がお姉ちゃんで、タイジがエレナかな。彼女は安心しました。でもそうだね、この文章から言ったら彼女がお姉ちゃんか。彼女の妹は、そうだな、そうだな。あー、なるほど。ごめんね、ちょっと理解力がなくて何回も読んじゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。なるほど、だからみんなあの姿なの。待って、え、なんでなんでなんで。その本を見ちゃダメだ。どうして。いいから、その本をこっちに。え、な、なにこれ、親切。自分で読む、バッドエンドへ、どうぞ。ルージュに渡す。親切だな。かつて、かつて、未だかつてこんな親切な選択肢あったかな。マジか。未だかつてこんな親切な選択肢が見たことないんだけど、俺。じゃあもう、俺バッドエンドから見たい派なんで、ちょ、バッドエンドから見ます。親切すぎて。この本知ってるんだね。私の心配をしてくれるのは嬉しいけど。たまには私が危険なものを引き受けるよ。そういうことじゃない。違う、ダメだ、それだけは。なんで書いてあるのかな、わからな。わかりやすい。何これ、ルーチェ。ルーチェもそうなの。え、これってさっき扉の先に行ったやつだよね。あー、だから行ったのに。なんで見ちゃうんだよ。え、なんか顔変わった。刃がルーチェ。うわー、ルーチェー。だから言ったのに、それ見られたら僕はエレナを殺さなきゃいけなくなっちゃうんだ。え、嘘でしょ。ねえ、ごめんね。でもエレナだって悪いんだよ。みんなでって言ったじゃん。もうダメだよ、死ねよ、ルーチェ。ねえ、やめようよ。ねえ、さよならエレナ、楽しかったよ。うえー、うえー、バッドエンド。なんだよ。あ、未来出てか。みんなでって言ってた俺。タイトルに戻ります。後々おまけ部屋実装予定。なるほど。おまけ部屋見たいな。コミュニティ、コンティニュー。じゃあ、バッドエンドじゃない方見ます。